華やかな浴衣がたくさん並んでますね。ビビッドなものから淡い色のものまでたくさん並んでいます。小さなお子さん用の浴衣も並んでますね。袖や襟元にフリルがあしらってあって可愛らしいデザインになっています。札幌西区のスーパーの衣料品売り場です。この店では夏に向けて子供用から男性向けまで480点以上の浴衣や小物を取り揃えています。今年やはりそのイベントですとか花火大会も通常通り開催になりますので、新しく浴衣を新調したりですとか、今までにないあのカラーを着てみたりとか、いろんなところで浴衣を楽しんでいただけたらと思っております。着物の着付けに関する会社の調査によりますと、この夏浴衣を着てお出かけしたいという人は全体のおよそ4割。中には今年こそは子供と一緒に浴衣を着てお祭りに行きたいという声もありました。4年ぶりの行動制限のない夏、浴衣を着て楽しみたいと思う人も少なくないようです。そこで今年の浴衣のトレンドの色ってあったりしますか？はい、今年のトレンドは、くすみカラーです。お洋服や雑貨にも大注目されているグレーがかっているくすみカラーっていうのを浴衣にも採用しております。今年の浴衣はくすみカラーに注目。淡く落ち着いた色合いで柄も繊細、爽やかさを演出した品が主流です。この中で私に似合いそうな浴衣って何かありますかね？白地にちょっと薄めのお色、淡いお色を合わせていただくのもすごく似合いそうです。この店では浴衣選びのアドバイスはもちろん、着物の着付けをしっかり学んだ販売員が着方まで教えてくれるんです。バイヤーの柴田さんに選んでもらったのがこちら。黄色と青のお花、本当元気な感じと、この帯のくすみパープルが可愛らしくて、すごいベストマッチだなっていうふうに思いました。もう一つのトレンドがこのクシュクシュの帯。去年売り場に並び始めた初心者にも結びやすい帯で、ふんわりとボリュームが出るのが特徴です。帯がくすみカラーのへこ帯を採用しておりまして、見た目の可愛らしさと、あとは自分で着付けしやすい特徴になっております。確かに浴衣って帯とかが難しくて、なかなか一人では着られないです。もう一着、こちらはアジサイのはっきりとした柄が特徴ですが、白地に薄い紫が入り、派手さが抑えられています。そして今年この店で提案している最新のスタイルがサンダルとソックスです。サンダルを取り入れて、あの楽に履けるっていうところもまたいつもとは違ったテーマで、靴下であったり帯締めであったり、そういうところにまた違ったお色味を入れたりとか、アクセントをつけるために提案をしております。子供用には上下セパレートで簡単に着付けができるスカート型も登場。涼感素材で洗濯機で丸洗いできるのも便利です。今年は親子で浴衣でお祭りや花火大会に。4年ぶりの自由な夏を爽やかに楽しんでみませんか？